ちは。こんにちは。さあ、ベストナインおじさん登場。ベストナイン登場、ね、はいはいはい、ベストナイン難しいですね。ベストナインを決めてもらう。まあこの、まあ、対戦した中でもいいし、今の現役の選手も入れてね、記憶にある中でもいいし、はいはい、今の現役選手でもいいし、そうです、まあ、トータル的にプロ野球、僕らの上はちょっとあれなんで、僕らが戦ったメンバーと今のメンバーぐらいですかね。まあまあそれでもいいし、ね、ピッチャー、OK、です。僕ね、やっぱ対戦したピッチャーで一番速いなと思ったら藤川球児なんですよ。おー、はい、だから一番のピッチャー藤川だと思います。ストレートだって、オールスターとかで、ね、それさ、あれでしょ、抑えでしょ、抑え、あのスピードですよ、対戦した中で。だってオールスターとかでまっすぐ行こうってまっすぐ前に飛ばないってありえなくないですか、プロのバッター。まあそりゃそうだ、ね、はい、でまっすぐしか投げないのに空振りするんですよ、うん、だからあの前世紀の藤川は僕はすごいと思いますね。先発では、だ先発、うん、まあ抑えは藤川球児、はいはいはい、先発は、うーん、上原良かったかな、やっぱり。ああ、上原、はい、上原はスピードもそんなあるわけじゃないけど、彼はどんなカウントでもフォークボールを投げれたんですよ。だからボール、ボールの2ボールからフォーク3球投げれるピッチャーなんで、だからそのフォークのコントロールと精度はすごいと思いました。いや、投げ分けられるわ。アウトコースとインコースにフォークを投げ分けるんで、すごいね。だからあれが結構すごいなと思いました。だからもう2ボールからまっすぐ3球球児いったら全部空振りするぐらいのレベルなんで、そうですね、その精度というか。でもスピードがよりも速く感じたっていうね。スピードはそうですね、うん、ただまあでも150とか出てなかったんで40半ばぐらいでしたけど。これはね、松井和夫が言ってたよね。あ、上原って、上原が、あ、いや、速かった、あ、速かったんだって感じたっていう、ね、コントロール良かったですね。じゃあ上原、上原でいきましょう。抑えは藤川、藤川で、もう球質から行って、球質から行って、ね、キャッチャー、キャッチャーは古田さん、どうですかね、どうですかね、聞かれてもしょうがないけどね。キャッチャー古田さんだと思いますね、はい。どういうところか。いや、やっぱり2000本キャッチャーで打つで、やっぱりスローイングとかそのチームの全部バランスを考えて一番じゃないですか、なるほど、歴代で古田さん、キャッチャーの、キャッチャーね、はい、ファースト、ファースト誰がいいんだろう。清原さんかな。清ね、あれだけね、パワーがホームラン打って1年目からね、30本ですからね。そうだよ、あ、まあ、清原さんじゃないですかね。サモアにも残してな、はい、清原さんですね。化け物じゃないですか、高卒1年目考えらんでしょ今。いや、考えない、30本とか。でも春先からあんまり良くなかったんだって。あ、そうなんですか。うん、それでボールとかはそんな大したことないと思ったんだ、はいはい、なんで打てないんだろう、うん、で、ある時デイゲームで駐車場上にあるじゃない、はいはい、上に、はい、まあ、あの片岡の動画でもやってんだけどさ、はいはい、その時に家族がいると、うん、で家族を背負って投げてると。あ、みんなね、みんな、あ、はいはい、でそれを見た時に、あ、俺はこのままじゃ打てないと思ったらしい。それが天気だった。だから必死に食らいついていかないと、うん、あの人たちのボールは打てないって思ったらしい。なるほど、いい話ですよ。まあまあですね。まあ、ってびっくりするわな。いやいや、まあまあね。いや、はい、はい、セカンドは。セカンドですか。セカンドはやっぱり山田じゃないですか。トリプルスリー3回ですからね。あ、確かに。あ、セカンドであんだけホームラン打つバッターはね、やっぱいないですから、少ないですからね。その現役時代にさ、はい、どういうセカンドがいたの？僕らはまだセカンドってあんまりこう強打者のイメージないじゃないですか。どっちかって言ったらこう背の小さい、例えば、西とか、昔で正田さんとか、ヤクルトで土橋さんとか、ちょっとこういうなんかパワーヒッターというよりは背の低くてディフェンスがいいみたいなイメージの選手が多かったけど、なんか俺どこやってたか知ってる？でもさ、サード、セカンド。こいつのどういう方や。こいつね。いや、背の低いとかどうなのこの子って。小柄。でも動きは瞬間なんですね。まあでも山田のね、トリプルスリーね、3回ですからね。いや、それはすごい、はい、すごいと思いますね。山田ですと。なるほど、はい、サード、サードっています？
マシってそら9ポジションいるから誰が守ってるだろう。サード誰だろ、インパクトあるって。サードサード先ショートでいいですか。ショートちょっと坂本で。あ、坂本、うん、やっぱりあんだけショートでねホームラン打ってアベレージ残してディフェンスもいいし、坂本サード1回いきます。もう1回いや外野行ってもいい。外野はね、外野はこれさ、うん、不思議なのはさ、内野の人がいるでしょ、内野出身の人が、うん、外野って出てこないんで。ああ、なるほどね。で外野手でしょ、うん、はいはいはい。だから出てくるからな。出てきます、出てきます。まあ、松井秀喜は入れましょう、まず松井秀喜、ね、でも、イチローでしょ。ああ、まあ、ここら辺はスイスイ来る、はい、はい。僕はね、あとやっぱりね現役の時、この天才でやっぱ前田ですね。前田はねすごかったな、なんか。ああそう、はい、そのバッティングやでしょ。あのね、僕の全くバッティングも違うんですけど、うん、僕の理想は前田だったんですよ。全然違うよね。トップのこの位置から一切動かずにここから打つ、この前田のこのなんかトップの決め方と、あれが僕の理想でしたから。でバッターのヘッドで打つっていうね、はい、あの前田のバッティングはもうかっこよかったですね。いやもちろん数字は金本さんとか青木とかもいろいろいるんですけど、バッティングセンスっていう風に関しては前田ですね。前田のバッティングはいやかっこよかったです、見てて。いや、かっこよかった。かっこよかった。勝負師だった。はい、勝負強いし、もうストライクゾーン入ったら手打率ヒットですからね、うん、このここで勝負するから、うん、で、年間三振40個ぐらいですからね。あ、はい、あのバッターで、ノー、スリーボールとツーボールはほとんど打たないです。そうだよね、はい、わざと追い込まれる。そうなんですか。なぜかって聞いたら、ノーツーから打ち損じるのがすごい腹立ってもったいないんですって、うん。僕だったらラッキーとこで打ちていくじゃない、まあ結果の方はね。でもその打ち損じが許せないから、はい、2ボール打たないみたいな話ちょっと聞いたことあるけど。でわざと追い込まれて打ちに、なんでだって言ったら必ず勝負球で打つ。それで打つ。だから狙いが定められる。それはだから前田はすごいよな。うん、すごかった。いやもちろんみんなすごかったよ、うん、金本さん、尾形さんとかもそうだし、すごいバッターいっぱいだけど、前田のバッティングは好きだ。はい、サード出てこないかな。外野早いでしょ。サード今現在はそうでもないかな。まあ、ちなみにヒントあげようか、はい、俺はやっぱり長嶋さんの。ああ、そういう感じね。そっかそっか。いや、やっぱりもう俺はファンスの王さんだし、はいはいはい、そっかそっか。時代的にそうは、はいはい、いや、憧れて野球をやったっていうのがあるから。なるほどね。でも憧れてないでしょ。俺知らないでしょ。そうですね、ほとんど知らないです。知らないでしょ、はい、だから現役は見てないから。そうでしょ。王さんギリギリちょっと見たかなぐらいで、あ、中島さんの見てないんで。まあ例えば掛布さんとか見てたんじゃないの。サードね、見てないです、掛布さんほとんど。あ、そう。僕あんまり野球見てないです。だから豊さんとかもスーパーカー何のこっちゃって言うでしょ。まあスーパーカー化粧欲しいタイトじゃないですか。あとテレビで地上波でそうジャー選手がやってないからですよね。じゃあ、原監督とか原監督。ああ、原さんとかもそうだね、サードはね、うん、原さんもいいけど、なんか持っていそうですね、サードにしたらね。花形ですもん。サード出てこないね。まあ、キルマスさんとか。ああ、サードいないな。松永とか。ああ、松永さんね、スイッチ行ったの、ね、そうそうそう。とか、はい、中村のりとか。のりとかいたね、うん、やっぱりじゃああれかな、中島さんかな。なんだって言ったの、最後最後の最後なんか、そう比べたら中島さん超えるしないもんね。イメージ的にね。まあ確かにな。真岡さん現役の一緒に戦った中でも、同チームでも他のチームでもサード。うちのチームは岩村とか池山さんをちょっとやったり、宮本をちょっとやったりなんで、よく打ったけど、まだ一緒ですもんね。ジャイアンツ原さん、中日、立浪さん。まあ立浪もサードやったことがあるからね。ね、広島は、広島も江藤のイメージしかないんで、江藤って荒いか。出てこねえ。いやこれさ、面白いのがさ、はい、内野やってる人は外野が出てこない。だいたい一人二人ぐらいが出てこない。もう一人誰がいたって、そういう感じなのよ、うん、だからベストラインとかも自分でゴールデングラブとかもさ、いつも気になってるってさ、このメンバーに負けないとかいっぱいいるじゃないですか。そのメンバーたちがその辺だから、
いやだから外野手やってる人って、はい、やっぱ内野の意識はあんまないんだよね。ないですね。ないでしょ。ないです。特にサード、サードが抜けてるっていう。サードいらない。あ、そうします。なしですか。ダメサード出てこないもんって本当に。サード、サードだね。絶対各チームに一人は絶対いるわけだから。それは知ってますよ。野球は9人なんですよね。そうそうそう、僕も知ってます。サード出てこないな。阪神もサードいますもんね、もちろん。阪神サード、阪神サードいる？いなくない？サードいなくない？大山いなかった。阪神だけ怒られちゃう。サード、うん、いないな。いない、いない、まあ、そう。長嶋さん一緒にやったメンバーでサードって出てこないですもんね。そうか、江藤とかだってそんなに。でもね、まあ各チーム三塁手って不毛の時代だと思う。うん、なかなかこう固定できないというか。そうだよね。ショートから回ってきてるイメージがあるんだよ。そうショートやってる人がサードに回って最後やってると、あと外国人とかだから、うん、イメージが。だからサードって言われるといないよね。だから固定っていうふうに考えると、うん、なかなかいないと思う。例えばソフトバンクのマッチとか、ね、松田とかはもう固定でサード、うん、まあ最近 DeNA では宮崎が固定でサード、ね、で高橋周平とかさ、まあ、ちょこちょこ出てきたけど、マナガがやってる時っていうのは、ね、なかなかこう日替わりっていうのが多かったね。もう何年連続ベストナインってあんまりね、うん、だから DeNA でも中村典がサードやった後はちょっと不毛の時代が続いたんじゃない。あで宮崎になってみたいな。サードいらない。岩村にしますか。ヤクルト岩村で。そんな適当に選ばれてて岩村にしますかって。岩村嬉しいもんなってないと思う。メンバー見たら岩村ぐらいしないっすもん。岩村ちょっとさ、あの携帯でさ、はい、歴代三塁手って、いや結構いると思うよ。でも一緒にやった世代のサードでしょ、うん、原さんはね、2、3年一緒にやったんですよね。あ原さんは2、3年中、でも原さんも晩年だったから、まあ、江藤とかみたいな。江藤がサードでいつも打ってたな、サード。あとはみんなサード回ってるじゃないですか、辰巳さんとか。そうそうそう、宮本もそうですか。そうですね、宮本とか、まあ、新藤とかみたいな。あ、新藤さん、新藤かったですね、サード。歴代になるとちょっとやっぱ古い選手とかね。やっぱ中村のりとかか。かけ、あ、でも中村、はい、のり選手も。あと国久保さんも出てきます。あ、国久保はいるじゃん。はい。まああと忘れてるよな。あ、ここ忘れてる。あと有藤さん。有藤さん。ミスターロッテ。いや有藤さんかっこよかった。国久保だね。国久保行こう。ないか。国久保行こう。国久保行こうって。山田じゃなくていいの。国久保でいい。いや、山田国久保で行こう。他例えばあとは落合さん。小笠原さん。そんないるじゃん。村田修一さん。あ、落合さんサード入れよ。村田修一もいる。はい、落合さんサード入れよ。村田修一って後輩だろ。そうです。大学の日大。そこは忘れてる。そこはいや忘れてた。忘れてた。まあでもあの岩村さんも入ってますし。落合さんダメだ。落合さん入れよ。落合さん外しダメだ。でもやってんの。ファースト落合さんだな、そしたら。そうなの、変える。ああ。落合さんファーストのイメージが強くない？まあ俺らは落合さんと出始めが大体なんかなんとなく一緒だから。あ、そうか、セカンドから始まったりとか、そうか、そうか、いろいろコンバートで。で落合さん現役はそんなに被ってないから最後の3、4年なんで、うん、じゃあそこはファースト清原さんで、サードの落合さんいるよ。ベストナイン。国語じゃなくていい。国語にしよう。どっちなんだよ。じゃんけん、最後じゃんけん。じゃあ国分にしよう。落合さんはそんなに原因かぶってないから、原さんもそうだし、はい、だから一緒にやってた同世代としたら国分にしよう。国分決定。はい、わかりました。ファースト清原さんでサード国分でいきましょう。はい、はい。